警察より先にわしがぶち込んだったわ。わしがぶち込んだったわ。どうしたっけ。私これまで人を怒らせたエピソード、怒らせた。はい、本当に受け止めちゃった。ごめん、確かにそうですね、すいません。ガチの。どうも、ノブロック TV です。本日のゲスト、アイタクラ君です。お願いしま す。ということで、本日行う企画はこちら、ぶっこみアイドル声選手権。ました、好評企画第4弾。第4弾4回ありゃ本物ですよ。4回ありゃ本物よ、ほんと。芸人がエピソードを話す前に、はい、一緒にいるアイドルが自分より強いエピソードをぶっ込んできたら、はい、芸人はつい自分のエピソードを持ってしまうのかっていうのを検証する企画なんですけど、はい、板倉先生にはですね、はい、偽番組の収録中のアイドルを耳で操り、芸人の実話よりも強いエピソードを言わせてもらう。なるほど。で、まあ、今回の検証を受ける芸人はですね、東京ホテイソンのたけるくんなんですけど、はい、ちょっとね、さっきね、俺と板倉の時、一個ちょっと問題が起きてるんだよね。ちょっとそうなんですよね、彼のアンケートを見たんですけど、弱いんですよ。普通はちょっと頑張ったアンケート書いてんのに、アイドルがこう超えてきちゃうから、どうする盛るのかなんだけど、そもそものアンケートが激弱っていう。そう、みんなね、酒井ちゃんにしてもね、岡野くんにしてもね、あのエピソード自体別にデラックスで言ってもウケるぐらいの感じだったの。今回ちょっとね、可愛いんだよね。可愛いエピソードなんだよね。可愛い。相方にかけた一番の迷惑は番組打ち合わせ合コンで遅刻。で、最後のオチの部分、うん、新橋の交差点の真ん中で、なんで僕はいつもこうなんだってセカチュウみたいに叫んでしまった。そうね、やっぱセカチュウみたいなって例え古すぎるよね。そうですね、うん、グラビアアイドルをメインで。そうですね、グラビアアイドルをメインで、はい、一応アイドルユニットとしてシャーベットとしても。それ何人組なんですか。3人です。3人で、3人ともグラビアアイドル一応、はい、なんです。メンバーにかけた迷惑としては、イベントやってますね、はい、イベントやってますね。イベントやってるんで、イベントで前乗りして、地方で前乗りして、はい、地方で、でホテルで、野球賭博やって で、400万負けて負けて、それ払いたくないから、はい、自分で警察呼んで、自分で警察みたいな感じします。賭場を潰したことがあります。賭場を潰したことがあります。一応一発目そんな感じ。はい、わかりました。はい、お願いします。おはようございます。お願いします。お願いします。たけるちゃん来た。4、3、2、芸人通知表人間性診断チェック。いやこの番組はツッコミ芸人さんの意外な一面を掘り下げ、人間性をチェックするというトークバラエティになっております。はい、ゲストは東京ホテイソンのたけるさんです。よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。そして今回の見届け人は、グラビアアイドル、アイドルグループシャーベットのメンバーの青山ひかるさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初の質問は、相方にかけた一番の迷惑、はい、こちらについてね、伺っていきたいと思います、はい。まあ、ちなみになんですけれども、青山さんは何かありますか。はい、私は相方っていうか、グループをやってるので、みんなに迷惑かけたっていうのはよくありますね。今グループ3人なんですけど、はいはいはい、3人で地方のイベントに行った時に、うん、前乗りしたんですよ、ちょっと次の日早いから。あ、いいっすね。はい、いいっすね。そしたらホテルの方で、うん、野球賭博をやってまして、で、私言い出しっぺだったのに400万負けてしまって、嫌になっちゃって、それで、はい、で、自分で警察呼んで賭場を潰しましたね。まあ、もちろんでも私が呼んだっていうのはバレてないんで、メンバーには。はい、まあ、そもそもがね。ちょっとすごい ね、払います。いや、だって400払います、無理ですよ、本当に。いや、まあ、400払いますってよりかは、ね、無理無理。いや、馬鹿出てますから、本当にそんな。だからもう嫌すぎて潰しました、はい、マジで賭場を。はい、無理っつって、これは無理だってなって。初めてのツッコミじゃない、賭場を。
ね、いろんなエピソードがありますんで、マネージャーもやってたんですよ。マネージャーもやってたんで一緒に、はい、それはすごいな。マネージャーが親、まあ、いろいろ ね、そうですね、あの、うん、その時マネージャーが 親をやってくれたんですよ。元締めをやってくれて。その詳しい情報は大丈夫ですよ。え、ちょっとタケルさん、野球賭博のシステム分かります？野球賭博のシステム知ってます？いや、知らないです。どうしてですか？野球賭博はしたことないんで関わらない。それは知らない、知らないですけど、まあ、みたいなこともありながら、まあね、そういったみたいなことも、ね、まあね、ありながらということで、さあ、タケルさん、相方にかけた一番の迷惑。タケルさん、はい、相方にかけた一番の迷惑。いや、僕はそれこそ、番組の打ち合わせを合コンで遅刻しちゃったことがあるんですよ。それもしかもそのエンタの神様っていう、まあ、もう大型ですよね。すまんね、エピソードのドアだなっていう顔で見てください、タケルを。朝の11時ぐらいからあの打ち合わせだったんですけど、前日の21時から朝の10時50分ぐらいまで午後やってて、でそれで遅れていって、しかももう眠たいから打ち合わせもずっと意識朦朧でやって、もうで本当にもう解散だみたいな、もうお前とはやっていけない、もう解散だって言われた時に、それ新橋だったんですけど、新橋の交差点で、僕交差点のど真ん中でもう、なんでいつも僕はこうなんだって、なんかもうセカチュウみたいな感じでそのまんま言ったな。ってなっ弱いエピソードまんま言ったな。あ、私新橋が、ね、解散になると困ります。私そう解散になると新橋だったら、新橋か、あの、かけ麻雀やってた時に、新橋でかけ麻雀やってた時に、雀荘貸し切ってやってたんですけど、で、グラブもほとんど全員集めて、知り合いので、レートデカピンで手島優が200万負けて、手島優さんが200万負けて、それでちょっと、まあ、手島優さんとは仲悪くなりました。バスの話しない方がいい。だって私はだってそれで言ったら、私はそれで言ったら手島優負け分払えやっつって、セカチュウみたいに叫びました。いや、そんなうまいこと言わない。誰か負け分払ってください。誰か負け分払ってください。助けてください。助けてください。誰か負け分払ってください。本当に叫びました。いやいや、でもその、もう行き先が違いますから。ちなみに最も人を怒らせたことはあんまりないかもしれませんけど、あまりね、人を怒らせたことはないかもしれませんけれども、はいはいはい、なんかこれまで人を怒らせたエピソード。怒らせた、はい、人を怒らせた、まあ、ちょっと思いつかないんだったら私言いますよ。思いつかなかったら私先に言いますよ。いや、しゃべり出したじゃないですか。あ、いや、まあ、芸人さん先だとこうね、アイドルさんのやりにくいから、やりにくいからっていうことで、はい、まあ、じゃあ、青山さんから。私からすいません、はい、本当にすいません、はい、グラビア撮影で海外とか行く、グラビア撮影で海外とか行くんですよ。はい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 、海外に行く、結構そのギャンブルでの負債がかなりあって、負債が結構あって、私その時でグラビアの仕事でもらえるギャラよりも、運び屋やった方が割がいいんですか？運び屋やった方が割がすごく良くて、なんで現地のこれはまずい袋なんだろうなっていうやつを、まずい袋なんだなっていうやつを成田までマネージャーと一緒に運ぶっていう。でも中身を完全に知っちゃうと罪になるから、中身を完全に知っちゃうと罪になっちゃうんで、あの、私知らない状態、あくまで知らない状態で運ぶんですよ。本当に知らない状態で運ぶんですよ、成田まで。だけども、麻薬捜査犬みたいなのがすごい寄ってきちゃって、麻薬捜査犬みたいなのがすごい寄ってきちゃって、成田で。これはまずいぞ、もうやばいぞ、やばい苦労だったんだなっていうのが分かって、マネージャー一人に背負ってもらって、で、ギャラを、報酬は私が全額もらって、これは迷惑かけましたね。これは迷惑かけましたね、マネージャーに。じゃない、そんな話しない方がいいですよ。しない方がいいっすよ。でも、麻薬犬来た時点で、マネージメントミスですから。マネージメントミスですから、
その時点で。その時点でね。マネージャー失格です。そう、マネージャー失格ですよ。麻薬犬いるのに。麻薬犬いるのに。何をしとんねん。何をしとんねんって話をして。警察より先にわしがぶち込んだったわ。わしがぶち込んだったわ。どうした急に。タケルさん、これまで人を怒らせた話って。タケルさん、これまで人を怒らせた話って。怒らした。アンケートに書いてない話でも大丈夫です。アンケートに書いてない話でも大丈夫です。はい、怒らした。はい。怒らした話。はい、人を怒らせてしまった。捨てるのか、捨てないのか。高校ぐらいの時ですかね。はい、高校ぐらいの時に。捨てましたね。近くのゲーセンで、うん、メダル機を盗んだことはある。友達と夜な夜なちょっと忍び込んでちょっとそれを持って帰っちゃったみたいなことはありますね。メダルですよね。メダルですよね。あ、メダルです。換金できないですよね。換金できないですよね。換金はできないです。じゃあ何のために。じゃあ何のために。なんで。あ、いや普通に家帰って楽しいことを遊べるかなと思って。それ弱くないですか。それ弱くないですか。そんなこと言うなって。それだってじゃあどこに置いたんですか。でもね、だいぶ盗んだっていうのも ね、でその盗んだやつどこに置いたんですか。誰の家に。友達と一緒に行ったんですよね。はい。誰の家に置いたんですか。自分の家ですか。いや僕の家じゃないです。ディテールが甘えんだよ。ディテールが甘えんだよ。ディテールとか言うな。ずっと弱いよ今日。なんかエピソードずっと弱いっすよ。手厳しいって。だってね、せっかくの。ちょっとアンケート見せてもらっていいですか。ちょっとアンケート見せてもらってもいいですか。逆に。やばいって。タケルさんの。これはそうですね。タケルさんのアンケートがこちら。いや別に見せる必要ないでしょ。これどういうつもりで書いてます。これどういうつもりで書いてます。あのアンケートっていうのは、いやいや普通にアンケートっていうのはスタジオで喋った時に笑いが起こるかどうかっていう基準で書くものです。それをスタジオで喋った時に笑いが起こるかどうかって思って書くんです。はい。あなたの場合は、あなたの場合はアンケートを出しましたっていう、アンケートを出しましたっていう気持ちになりたいから書いた、気持ちになりたいから書いたっていうのが見受けられます。見受けられますね。すごいな。今日一回もあのツッコミ出ないし、一回もあのツッコミ出ないですしね。すっごいっすね。アンケートは100歩譲って弱くてもいいけど、あのツッコミをどっかで出さないとダメじゃないですか。まあ、アンケートは100歩譲って弱くてもいいですけども、あのツッコミをどっかで出さないとダメじゃないですか。はい。今日3回チャンスありましたよ。今日3回チャンスありましたよ、実は。あ、私が長く喋った後に私が長く、なんか長く話した後とかに全然いけましたよ。あ、なんとかの尺ってことですね。演説の尺とか、手島さんとか、かけまーちゃんの話してるときに、恵比寿義和さんの何々とか、恵比寿義和さんの何々とか言えましたよ。言えましたよ、すぐ。あ、かけごとの、かけごととそのリアリティにかけるリアリティにかけるっていうのもあったし、チャンスが。あ、そこも、うん。悲しい、まあね、確かにそうですね、すいません。ガチの。じゃあもう一回かけ麻雀の話するから。じゃあもう一回かけ麻雀の話するから、はい、終わりで一発ちょうだい。終わりで一発ちょうだい。さっきの話にってことですか。思いついたら入ってきて、思いついたら入ってきてもらって。わかりました。はい、はい、新橋といえばなんですけど、はい、新橋の男装でグラビアアイドルたくさん集めてかけ麻雀やったことあったんですよ。で、手島優が負けたのにもう全然払わなくて、その後 SL 広場行って誰か助けてください、手島優に負け分払わせてくださいって世界中みたいに叫びました。いや、伝説の講談師神田かけ麻雀さん。今のだってエピソード受けたツッコミじゃないじゃないですか。今のエピソード受けたツッコミですか。いや、まあその今のは喋ってる方にワードだけは良かったですよ。ワードは良かったですよ。ワードは、はい、ワードはね、準備しちゃってんのよ。準備しちゃってますよね、やっぱそれ。
まあそれはまあ頭の中でちょっといろいろ考えてっていうのはありますね。はい、今いけたね。はい、今自然に今いけたよ。私の説教に対して言えたじゃん。私の説教に対して言えたじゃん。あー、そうですね。確かに言えましたね、今のね。お前エピソード弱えんだよ。お前エピソードマジでないんだよ。弱えんだよ。弱えんだよ。はい、今いけたね。はい、今いけた。今もいけた。いや、国会の押し問答。それそれの言い方してるわ。それそれできんじゃん。それできんじゃん。あ、ありがとうございます。素晴らしい。それ言われなくてもそれやんなきゃ、ね、もう言われなくてもそれやんなきゃ。ありがとうございます。なんで私がこんなに言うか知ってます。なんで私がこんなに言うか知ってます。お前の大ファンだからだよ。お前の大ファンだからだよ。いい子だ。お前東京の若手で一番面白いよ。お前東京の若手で一番面白いよ。そんなお前が出し惜しみとかしてっからムカついたんだよ。そんなお前が出し惜しみしてっからムカついてんだよ。目覚ましてくれよ。目覚ましてくれよ。東京ホテイソンさ、東京ホテイソンさ、今悩んでる時期だよな。今悩んでる時期だよな。いやそうっすね、本当に、うん、今一個も一周全部テレビ回ってさ、一周テレビね回ってさ、期待の若手って言われてさ、期待の若手って言われて、その後どうするんだって思ってる時期だよな。その後どうするんだろうなって思う時期でしょ。そうですね、この二の手どうしてこうみたいな時ですね。漫才のシステムもバレてるし、ね、漫才のシステムもバレてるし今。そうですね。翔吾とどういう話してんのその辺は。翔吾とどういう話してんのその辺。いやだから本当に今の形のまんまじゃ語り出しちゃっていけないだろうし、優勝できないだろうから、ちょっとずつスタイルを変えていかないとやっぱり、まあこの次のステージ。はい、今突っ込めた。あーそうか。いやサンドイッチマンの説教、サンドイッチマンの説教って言えた。言えました。本当に本当に受け止めちゃった。ごめん。いいやつなんだよな。本当に性格いいんだろうなこいつ。あとさ、正午にさ、正午にさ、これ以上筋肉つけるなって言っといて。これ以上筋肉つけるなって言っといて。いやそれは俺も思ってますよ。最近日焼けまで始めたんですよ。あれ邪魔になってるから。あれね、でも邪魔になってるからねやっぱね。クソ邪魔ですよ。俺も思ってます。お、ちょっと飲み行こうよ。ね、飲み行こうよ。あ、行きましょう行きましょう。よかった。行きましょう行きましょう。よかった、よかったです。いや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 、たけるちゃん。うわー、たけるちゃんじゃない。板倉さんと佐久間さんだ。可愛かったよ。ちょっと待って、あなたたちに言われてると思ったらもっと来るわ。うわ、きちい。本当は野球賭博の後、自分のエピソードをなんか付け足すのか、アンケートに尾ひれ付けたりするのか。そうそうそう、はいはいはい、なるほどなるほどなるほど。それを見たかっただけなんだけ ど、 なるほど。正直、そこまで強くないよ。そんなこと言わないでくださいよ。アンケート俺エピソードめっちゃ苦手なんですから。川島さんの番組、ラビットとか出てもやっぱり、はい、ホテイソン少し悩んでる感じするもんね。いや、そうなんですよ。いやマジ今ラビットが一番悩んでるんですよ。ラビットが一番悩んでるの、やっぱ平場が一番悩んでるなって伝わるもんね。うわこれマジでやだ。うわマジでやだこれ。ほん